Yeah, yeah, right there. Feel force. Fucking love this intro. You are fucking love that intro. You don't even know. You don't even know. Like, Okay. Before I say anything, I remember this shit came out for free on PlayStation Plus, and I was like, okay, I'm gonna, you know, play a game. And like, alright, it's short with the whole downloading stuff. And I played it, the intro, it is like, oh, like, oh shit. But the story too, I saw the story at a whole different level to me. I didn't give a shit about the whole fucking Yakuza bullshit. I saw it, something else, like the whole deeper level. but I'm gonna play it. Like, when I first played this game, I immediately wanted to buy the entire franchise, and I already did. And I played a little bit of the second one, and I played a little bit of the last game of his story. And yeah, so I'm binge playing the whole series. Okay, so let's continue. Hi, welcome. You're doing all the clear day except certain elements? Yeah, that's fine. So apparently there is no save data. Really? Alright, that's fine. It's a new game. Oh. Leave me alone. Okay. Look how beautiful the animation is! Like, oh my god! Yakuza 0, I hate when they... It was another thing they did, and I hate so much. Thank you.
You know, I just realized I forgot about her name. Yumi was only mentioned in Yakuza 0 because I thought playing the prequel would get a little bit more of the relationship. こんな取り立てに出張ってもらうなんて気にするなって言ったろ、シュンジ。はい。どこの奴らなんだ、その取り立ての相手は。すぐ近くの町金です。もともとは他の組から金借りてたんです。ところが金利すらまともに払わねえで、手に負えなくなっちまって、うちに債権回収の依頼が。そうなのか。で、いくら回収するんだ。2億です。取り半って約束になってますから、うちには1億入ってきます。そりゃ気合入るな。よし、行くか。お、兄貴、また新しい風俗店ができてますよ。お前、兄貴、今から取り立てに行くところ、ピースファイナンスって会社なんですが、ファイナンスっつってもモグリの金貸しですから、結構タチ悪いと思います。うん、ちょっと痛めつける必要があるってことか。かなり抵抗するでしょう。でもこっちには兄貴がいるんだから大丈夫ですよ。お前、あんまり無茶すんじゃねえぞ。へへ、悪いことしてんのはあいつらの方ですから問題ないっすよ。それに俺らよりよっぽど肩に泣かせてるって話ですよ。さあ、行きましょう。取り立てが終わったら飯でもどうですか。悪いな、今夜は。あ、そうだ、セレナに行くって言ってましたね。ああ、飯はまた今度な。おい、お兄さん、一杯飲んでって。着きました、兄貴。ここの5階です。よし、入ろう。You know, there's something I do want to do that I never done before, but it'll be later on. あんたら。夜遅くに悪いな。道島組の桐生だ。いや、まさか桐生さんが直々に。要件は昨日、うちの若いのが伝えたはずだ。明日。明日まで待ってください。お願いします。夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。それにできねえ約束はするもんじゃねえ。すみません、でもそこをなんとか。おい、いい加減にしろよ。殺すんですか。何、堂島組って。いや、回収や殺しばかりやってるところじゃないですか。金払わない奴は見せしめにされる、みんなそう言いますよ。あのな、そんなの金払わねえ奴らがあることないこと言ってるだけで。金は払わないって言ってんだ、ならやるしかねえだろうがよ。Go on!
fucking bitch! It just slapped my ass! Hold on! Oh, wait a minute! Hold on! Hold on! What the fuck? Oh! So they did put the thingy. Okay, so I don't have to... Okay, so I'm good. Alright, give it! Hold on. Wait. Give me that shit. Alright, pick up. しました。約束の額だ。悪く思うな。兄貴、ありがとうございました。でも、これでついに気流組の立ち上げですね。風間のおやすさんも言ってました。兄貴になら安心して組任せられるって。まだ決まったわけじゃない。あんまりはしゃぐなよ。はい。そういえば、この後セレナで錦のおじきと会うんですよね。今日は裏口からしか入れないみたいですよ。天下一通りの小道入って、奥の階段2階です。分かってる。俺、しばらく札の連中が来ないように、ここで見張っておきます。半分の1億円は、後で依頼先に俺が届けておきます。安心してください。ああ、頼んだぞ。Hit me, bitch! I can hit you back! Do it again! Come on! Hey!
何もや、お前見とったで、キリュウちゃん。あ、兄貴、キリュウって、あのそや、道島の竜キリュウ、カズマちゃんや。お久しぶりです、真島の兄さん。よせよせ、お前組立ち上げるって話やないかい。そうや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのは、えらいええ女らしいの。みんな言うとるで、一度あんな女こましてみたいってね。それよりこの子どないしようか。すんません、まさかキリュウさんと。いや、いいんだ。甘いな、キルちゃん、甘々や。けじめはしっかりつけんと。まだまだ行くで。何？その辺で。お前のためにやっとんのやろが。もう十分ですから。ほう、ま、ええわ。お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんで。言うで。はいはい、覚えておきます。でも、あ、でもなんや。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。ふん、どんなやり方でやるっちゅんや。俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます。なんや、踊れは俺に喧嘩売っとんのか。ええー、やろ、いっちゅやっとるか。いえ、兄さんとここで喧嘩をする理由はありません。筋が通らぬ。よっしゃ、これで俺と喧嘩する理由はできたな。俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります。なんやと。根性あんねやったら殴り返してくけ。気は済みましたか。ああ、その強がりどこまで続くかの。くさ、筋通すなんぞ言うて無理しとるだけやないか。痩せ我慢ちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら体が持たんで。どう取ってもらっても構いません。ですが俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか。ええ、ふん。分かったわ。ほな、お前のその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずっとね。何でも、もし筋が通っとったら俺との喧嘩買うてくれるか。その時になってみないと。よっしゃ。ほな、どないしてお前をマジにしたるか早速作戦会議せな。行くでお前ら。へえ。ほな、またな、キルちゃん、楽しみにしとってや。ワクワクするで。
あと少しで兄貴にやられるとこでした。キリュウのお辞儀ありがとうございました。もう大丈夫なんか？はい、いつも真島の兄貴に鍛えられてますから。 OK。 Wait, did I get blood? No, no, all the blood is gone. Alright.相変わらず静かだな。あなたたちがいちゃ怖くて飲めないでしょ、普通のお客さん。だから今日は貸し切り。レーナ、ユミは今買い出しに行ってるの。どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ。違いね。どうなんだ、気流組の立ち上げは。まだ決まったわけじゃない。組長が決めることだ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父がもうその気なんだ。堂島組はあの人で持ってるようなもんだからな。そこ行くと堂島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしねえ。控えろ、錦。またおめえに先越されちまったか。なあ錦、お前妹はどうなんだ？来月もう一度手術だ。多分次で最後になる。最後？体が持たないそうだ。これでダメならもう。そうか。あ、来てたのね。ユミ、ちょっともう酔ってるの？私も入れなさい。どうぞご遠慮なく。ごめんね、気持ちだけもらっとく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。お客さんだぞ。ごめんごめん、最近よく来てくれるお客さんなの。いつものでいい？おう。例のしのぎうまくいきそうか？え？ああ、裏カジノか。イカ様やって堅いから金をむしるのはどうも性に合わねえっつうか。何言ってんだ、自分の組持てるかどうかの正念場だぞ。ここでドーンと稼げば間違いなしだ。堂島組内気流組、天下の登場会の三次団体だ。迷ってんじゃねえよ。俺は一応射程頭補佐だぞ。今でも十分立派なもんだろうが。相変わらずだな、お前は。射程頭補佐だなんて名ばかり。邪険にされることもねえが、かといって出世の本筋でもねえっつう微妙な立ち位置だ。そんなお前が風間のおやすさんの後押しでようやく掴んだチャンスなんだ。死に物狂いで物にしなかったら意味ねえぞ。このまま行ったら一生飼い殺しだ。極道であるからにはやっぱり自分の組を持ってこそだろう。違うか？そうだな。お待ちどうさま。ねえねえ、さっきお客さんと偶然誕生日の話題になったんだけど、今度ユミちゃんの誕生日でしょ？二人はちゃんと準備してあるの？プレゼント。え？ああ、そういえばもうそんな時期か。バッカ、
お前忘れてたのかよ。いや、最近忙しかったからさ。そういう錦山くんはもう何か用意してるの？もちろん、ユミに似合いそうなピンクダイヤのネックレス。まあ、なんだか高そうね。まあな、何ヶ月も前から予約していてやっと手に入ったんだ。実は今日渡そうと思ってちゃんと準備してあるよ。あら、そうだったの。それじゃあパーティーしましょうよ。お、それならいいケーキ屋知ってるから俺買ってくるよ。本当？助かるわ。お願いね。It's being cooked over there. キリュウちゃんはどうするの？なあ、また今度ってわけにはいかねえか。そんなのダメよ。まだ間に合うから今すぐ用意したら？そんな急に言われてもな。ねえ、それじゃあ指輪なんてどう？え？指輪か。いいんじゃねえの？さすがレイナ、無難なチョイスだ。それはどうも。どんな指輪がいいんだろうな。それくらい自分で考えろよ。俺は手伝わねえからな。そう難しく考えなくても、気持ちがこもってれば何でもいいのよ。ダメだ、女の好みなんてさっぱりわからねえ。もうしょうがないわね。あ、それじゃああれなんてどう？あれって？フランスの有名なブランドの指輪なんてどう？新作が出たばっかりなんだけど、女の子にすごく人気なのよ。この前ユミちゃんと一緒に雑誌見てたら、彼女も欲しいって言ってたわ。ほう。ねえ、それにしてみたら？そうだな。よし、それにしよう。Oh, wait. Okay, just want to make sure. Wait. Alright, never mind. Payphone. I forgot. いらっしゃいませ。何かお探しですか？ああ、その、なんか女物の指輪で。フランス製のやつが人気だって聞いたんだが。ああ、それならこちらでございます。ほう、これが今非常に人気でして、こちらが最後の一品なんですよ。今を逃すと次回入荷はいつになるか。よし、これをくれ。かしこまりました。贈り物でよろしかったでしょうか？ああ、その誕生日プレゼントにな。それでしたらサービスでお相手のお名前を刻印することもできますが。それじゃあユミって入れてもらえるか？はい、受けたまわりました。 I'm broke.
ごめんよ。Now, it took me 20 fucking minutes to find this douchebag. I had to go on Google to find out where the fuck he went. もしかしてあなたもすられたんですか？ひょっとしてあんた？ええ。私もすられてしまいました。あのスリ氏は隠れるのが上手でなかなか見つからないんですよ。路地の隙間とか自販機の裏とか。そうなるか。さっきそこの路地から天下一通りの裏路地へ走っていくのは見えたのですが、それっきりで。なるほどな。だがどこに隠れていようが絶対に探し出して取り返してやるぜ。もしも見つけたら私の仇も取ってください。わかった。Ah, there he is! The ghost little fucker. Oi, Ome! Nusunda Ibeo Kaise! Baretaka! Oi, just wait! Nigashi no hayai yasu. Ah, saifu ga nai!の男スリだったのか。No, not here.This fucking bitch.I have to look up the fucking guide again. Oh my god!
Damn it! Jesus! I fucking hate this bitch so much! また見つかったか。おっと、そう何度も逃がさねえぜ。まさかここまで俺を追い詰めるやつがいるとは。まあよいわ。ん？何笑ってんだ。指輪を返してほしければ一子相伝の暗殺権を受け継いだこのわしを倒してからにしろ。ませんでした。もう暗殺権はやめます。スリをやめろ。さあ俺から盗んだ指輪を返してもらおうか。それがもう手元にないんです。何？どこへやったんだ？ちょっと前に質屋で金に変えちまいました。ふざけるな。今すぐ買い戻してこい。その言いにくいんですが、その金も宝くじ買うのに使っちゃいまして。なんだと？当たってればいいんですがね。結果が分かるのはもっと先のことで。
その指輪俺のなんだ。はい？盗まれたんだよ。もともとは俺のなんだ。だから返してくれ。ああ、いるんですよね、たまに。そうやって騙し取ろうとする詐欺師が。違う。信じてくれ。本当に俺のなんだ。ヤクザの言うことなんか信じられるか？あんまりしつこいと警察呼ぶぞ。桐生の兄貴じゃないっすか。シンジ、こんなとこで奇遇っすね。兄貴もソープっすか。シンジ、ちょうどいいところで出会った。何も聞かずに金を貸してくれ。え？あ、はい、別に構いませんけど。兄貴が金に困ってるなんてよっぽどっすね。そんなに高級な店行こうとしてるんですか。すまんが、時間がない。急いでくれ。ああ、はい。オンに切る。今度、感想聞かせてくださいね。おい、さっきと値段が違うじゃねえか。またあんたか。悪いけど値上げしたんだよ。なんせ人気の品だからね。頼む。これが最後の品だったんだ。だからよそで買い直すこともできねえ。うちなら買えるよ。お金さえあればね。そうだ。指輪が俺のもんだって確かめる方法がある。本物なら弓って掘ってあるはずだ。何を言ってもダメったらダメ。とにかく欲しかったらお金用意してきてよ。くそ。シンジ。あれ、兄貴、早くないっすか。ショートだったんすか。シンジ、すまん。また金を貸してくれ。もう一回行かなきゃならなくなっちまった。兄貴、そんなにハマっちゃったんすか。頼む。詳しいことを話してる暇がない。他の奴に取られちまうかもしれねえんだ。ああ、そうっすよね。わかりました。すまん。よし、俺も負けてらんねえ。今日はオールではしごするか。誰かが買っていっちまったっていうのか。あ、あんた、やっぱり来たんだね。おい、
ここにあった指輪はどうしたんだ。そんなに慌てなくても大丈夫だよ。ちゃんと取り置いてあるからさ。本当か。いや、あんたがとっても真剣な表情してたからさ、気になっちゃって。それでちゃんと指輪を調べたら、あんたが言った通り名前が刻印されてるじゃないか。だから盗まれたものだっていうあんたの話信じますよ。そうか。とにかくそれを売ってくれ。ああ、お代は結構です。盗品と分かったのに売買したらこっちも罪になっちまいますから。それにこういう仕事してるといろんな人を見るけど、やっぱり物を大事にしてくれる人の手に渡ってほしいんですよ。ありがとう。大事にしてくれるさ、きっとな。ユミちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう、ユミ。おめでとう。みんなありがとう。ほら、ユミ、プレゼントだ。なになに、開けてもいい？もちろん。うわー、すごい。いいのこれ、本当にもらっちゃって。当たり前だろ。ユミ。ん？実はその、俺からもプレゼントがあるんだ。本当に？ありがとう。その、これなんだ。この指輪、カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセー指輪。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。ああ、私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。ありがとう、大事にするね。そうなんだ。そういえばもうすぐユミちゃんの誕生日じゃない？そうなの？じゃあ何かプレゼントさせてよ。例えば指輪とかどう？指輪か、嬉しいけどそれはちょっと重いかな。どういうこと？ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。何？誰かそういう人がいるわけ？やだ、違うの、そういうわけじゃないんだけど。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ねえねえ、私の誕生日はどうしてくれるの？さあな。じゃあ、キリュウちゃんからはネックレス、錦山くんからは指輪とか。なんだよそれ、別にいいけどさ。おはよう、キリュウちゃん。疲れてたの？ずいぶん寝たわね。錦はどうした？
錦山君ならもうとっくに出かけたわよ。桐生には負けてられないからなんて言って張り切ってた。そうか。今何時だ。もう4時ね。そろそろ風間さんのところに行かないとダメなんじゃないの。ああそうだな。そろそろ行くよ。お前はどうすんだ。うん、少し開店の準備したらお店閉めて外でお茶でも飲んでくるわ。そういえばユミは一回家に帰ったわ。もう少ししたら買い出し済ませて私と交代でお店に来るけど。そうか。じゃあまた今夜軽く顔を出すよ。分かった、待ってるわね。桐生さん、桐生さん。なんだ、田村か。どうしたんだお前。いや、ちょっと桐生さんに紹介したいやつがいましてね。青木と言います。実はこいつ、俺がいつも情報を流してる雑誌の駆け出し記者なんですわ。雑誌？ええ、スパって言うんですけど、読んだことはあります？俺が拾った情報を高く買ってくれるんですよ。で、今この町で一番生きがいいのはって聞かれたもんですから。旦那のこと。あんまり変なこと言いふらすなよ。はい、わかりました。今後ともよろしくお願いします。ああ、じゃあまたな。失礼します。ああ、ご苦労さん。今月分のしのぎです。お納めください。おう。また無茶したんじゃないだろうな。いえ、カズマ、お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいってやつらの集まりなんだからな。桐生なら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな、親父だって昔は東条家一の殺し屋って。柏木。すみませんすまんが外してくれ。へ。しかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはな。おやっさんがいなけりゃ今の俺はありません。感謝しています。おい、そう固くなるな。はい。ひまわりには顔出してるのか。いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。たまには行ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。おう。失礼します。桐生さんのお電話が。新さんからです。俺だ。新です。レーナさんから兄貴に伝えてくれって。今さっき堂島組長がユミさんさらっていったんです。ユミか。なんで組長に。詳しくは分かりません。でも錦のおじけもそれ聞いて組長のところに。錦が。で、場所は。劇場の横のビルの組長の事務所です。分かった、すぐに行く。おい、どうした。堂島組長が弓を強引に連れ去ったらしいんです。それで錦が一人で弓を助け。まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。
そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくねえ。俺行ってきます。よせ。え、ここでお前まで行ったら三人ともただじゃ済まねえぞ。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。おやさん、由美と錦は兄弟なんです。俺のだから今俺が行かねえと。カズマ、金返してもらおうか。悪いな、今急いでるんだ。このままじゃ引き下がれないんでね。腕っぷしのいいやつを雇ったよ。生きて帰れると思うな。覚悟しやがれ。島組長、キリュウ組長が趣味を無理やりだから撃っちまったんだ。カッと撃っちまって何発も何発も。ユミ、ユミ、おい、しっかりしろ。やっちまった。東商会の大幹部を。錦、弓を連れて逃げろ。何言ってんだ。おめえこそ弓連れて逃げろ。お前がいなくなったら妹はどうなるんだ。次の手術が最後だろ。その時お前がいねえで誰がいてやるんだ。だからお前はここにいちゃいけねえんだ。でもお前は行け。錦、弓を頼む。キリュウは行け。
ふざけるな。俺がやった。金のことで組長と揉めて。いい加減にしろ。伊達君、もういい。よかはないですよ。奴はこれから組も通って男なんですよ。こんな殺しやるわけねえ。誰かをかばってるんです。これはヤクザの構想だ。誰がやったかは問題じゃない。迅速な事件の解決、それが今求められる全てだ。くそ。刑事さん、俺の持ち物の中に指輪があります。そいつを若頭の風間に渡してくれませんか。申し訳ありませんでしたって伝えてください。虫が良すぎねえか。そりゃ分かってます。約束はしねえぞ。はい。囚人番号1240、面会だ。俺は破門でいいのか、俊二。はい。自分の親殺したんだ、絶縁なんじゃねえのか。東条会三代目世良会長が破門にすると決めたそうです。どういうことだ。自分にも分かりません。ただ風間の親さんがこの破門状を兄貴に渡すようにと。道島組はどうなるんだ。風間の親さんが引き継ぐそうです。そうか。時間だ。兄貴、由美さんが行方不明なんです。事件の次の日から由美さん記憶をなくしてたんです。錦のおじきや兄貴の言葉で、急に病院から姿を。すいません、風間の親さんには口止めされてたんですけど。おい、時間だ。誰かちゃんと探してるのか。はい、錦のおじきや風間の親さんが。聞こえんのか。信じ、弓を頼むぞ。錦にもそう伝えてくれ。はい、わかりました。なんだその態度は。そこ何やってるか。なんだよ、離せこの野郎。うるさい、来い。あれた物騒でいけねえな。おっと、こちらさんも物騒な面してるな。あんただ、自分の親分殺したってヤクザ。黙って食ってる。さすが貫禄だね、堂島の部。堂島組射程頭補佐桐生一馬。何やってんだよお前ら。東上会の幹部やったんだ。こんくらい想像してたろ。堂島組長があの世で寂しいとさ。Ah!
I missed my chance. Gotta do it again. Motherfucker, come here. Ooh! Damn it. There we go. セラ会長だ。道場界の三代目だ。なんだと？Yes. Oh well. Let's do one.道島の竜だ。あの野郎、絶対に生かしておけねえ。俺はまだ信じられないっすよ。あの桐生のおじきが親殺しをするなんて。何かの間違いなんじゃないですか。現行犯で逮捕されてんだ。間違いも何もねえだろうが。ったく、これから組立ち上げさせて道島組に貢献してもらおうって時に何勘違いしたか知らねえが、組引っかき回しやがって。組の方は風間の頭がまとめてくれてるからなんとかなりそうだが、頭の頭でどうけじめつける気だ。なんといっても桐生は頭のお気に入りだったんだからな。頭のお気に入りといえば錦山はどうしてるんですか。さあ見てねえが、奴がどうかしたか。いや、せめて捕まったのがあいつだったら話もこんなにこじれねえで済んだのにって思いまして。ちげえね。今からでも茶か持たせて出頭させるか。だから現行犯だっつってんだろうが。ボケ。ちぇ、その役にも立たねえな。あいつ何のために組にいるんだ。嘘でしょ。嘘って言ってよ。だって錦山くん言ったじゃない。大丈夫、俺が弓を助けに行くから心配するなって。それなのにどうしてこんなことになっちゃったの。ねえ、錦山くん助けてあげられなかったの。何もできなかったの。どういう意味だ。俺が役立たずだって言いたいのか。いや、そんな。お前までそんなこと言うのか。食事始め。
囚人番号1240。手紙だ。え？この10年で初めてだな。お前も明日で仮釈放だ。待ってる人間がいるってことか。おやさん。三代目、今日は一体何の緊急幹部会で？やつから緊急の議題があるそうだ。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？やかましい！おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どうからだ？関西五代目近江連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。んなら100億は？ああ。ふざけんな！登場会25,000、死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かっとんのか、俺ら。島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ？この件は東城会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや。そんなんで納得いくか？会長。三代目会長。10年、お前のいない10年で東城会はすっかり変わった。お前を迎えに行くこともできん。錦山のこと、由美のこと、お前と会って話したいことが山ほどある。伝えなければならないことは、スターダストという店がある。その店のオーナーをしている和樹という男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。
You know what I really like about this game? And I still haven't played like the whole series of it, but you're technically in the same place, but the environment keeps on changing to go to the current times. So I found that thing really cool. Start all the way. That's okay. Oh, just wait. Hmm? Oh, yappari Kiryu-chan yattan ka. Najima no nisa, gobusata shitemasu. Kono tabi, shussho shite maerimashita.お前がそろそろ出てくるらしいと聞いてな。こうしてここで張っとったんや。やっぱり俺の勘に狂いはなかったわ。どうして俺を。なーにアホなこと抜かしとんねん。約束したやないか。お前を四六時中見張るってな。ああそういえばそんなこともありましたね。それやというのにお前と来たら殺しなんぞで10年も無所に入るよって。しゃあないから俺もお前を追って無所に入ったろかと思ったくらい。まあええわ。ほな早速俺と喧嘩しようか。そう来るんじゃねえかと思ってましたが、悪いが兄さんとここで喧嘩をする理由がない。筋の通らない喧嘩はしないと前にも言ったはずです。理由ならある。何？昔のお前やったらさっきみたいに簡単に背後を取られることもなかったはず。もし俺がその気やったらお前は死んでたで。ご忠告痛み入るが、それがあんたと喧嘩する理由とどうつながるんだ。今のカムロ町はそんくらい危険ちゅう。平和ボケしたアホンがのんきにぶらつく場所やない。せやから今のお前にこのカムロ町に足を踏み入れる資格があるかどうか俺が試したる言うとんだ。俺がその平和ボケしたアホだと。もうそれちゃうちゅんやったらガタガタ言うとらんで力で証明してみせるや。いいだろう。ならばその挑戦受けて立つ。Definitely kicking my ass. Hold on. Hey!
You fucking hoe! Oh my god! Okay, hold on. やろう。自分がこの10年でどんだけ鈍ってしもうたか。馬力もないテクニックもない、どこにでもおる勤め明けのしがないチンピラ。それが今のお前や。そないな弱さで生き残れるほど今のカムロ町はあまないで。くそ。せやけど変わっとらんもんが一つだけある。その目や。何？お前の目はまだ光を失うとらん。お前は必ず昔のように、いや昔以上にごっつい男になれる器や。兄さん、ええか、お前がこの街を歩く限り俺はいつでもどこでもお前を見張っとる。突然喧嘩売られて死にたなかったら、死ぬ気で昔のお前を、堂島の竜を取り戻してみるや。分かった。俺もこのままじゃ終われねえ。あんたを踏み台にして必ず這い上がってみせよう。ほな、期待しとるで、キリュウちゃん。見かけねえ面だが何してんだ。お前に関係ないだろ。あるんだよ、それが。おっさんさ、どう見ても普通じゃねえよな。何探り入れに来たんだ。スターダストって店を探してんだ。スターダスト？ホストクラブか何かの名前か。まあ情報屋なら知ってんじゃねえか。そうか。じゃあ用はない。じゃあな。ちょっと待てよ、おっさん。なんでそんな店探してんだよ。ますます怪しいね。ちょっと顔貸してもらうぜ。嫌だと言ったら。じゃあ仕方ねえな。ちょっと痛い目にやってもらうぜ。Yeah, I really like the... What got me hooked is the goddamn fucking civilians. When you start firing, they start clapping stupid shit like that. But on the zero, they're just looking at you like, the fuck?
see, like this guy's doing. He's just looking.何者なんだ。知らない方が身のため。お前の方こそ何やったんだ。俺はこの辺の仕切りやってる親分さんから見張り頼まれてんだよ。今日は殺人事件もあったし、怪しい奴がいたら片っ端から声かけろって。そうなんだ。まあいい。ならお前、この辺の情報屋の一人や二人知ってんだ。ええ、まあ今この辺で有名なやつは青木って記者だよ。劇場前の広場に今日もいた。分かった。お前も下手な真似すんじゃねえぞ。はい。いらっしゃいませ。ありがとうございました。さんですか、堂島組の。そうだ、覚えていてくれたか。実は久しぶりに町に帰ってきてな。お勤めご苦労様でした。10年長かったですね。お前、俺が無所に入ったの知ってたのか。そりゃ当時この町にいた奴らは全員知ってますよ。堂島の竜が親殺したってね。一時はその噂で持ちきりでしたよ。そうだったのか。ところで田村のやつはどこに行っちまったんだ。いや、田村さんなら5年前にお亡くなりになりましたよ。え？田村さん、10年前のあの日から桐生さんの事件を追い続けてたんです。絶対に桐生さんは親を殺すような人じゃないって。記者でもないのに強引な聞き込みとか繰り返してました。まあ情報を扱う者にとっちゃ当然でかいネタだったんですが、ちょっと田村さんは普通じゃなかったですね。それで5年前突然田村さんが町から消えたんです。そして1週間後、
海からコンクリート詰めにされた遺体が上がった。多分散りすぎたんでしょう。そんなことが。ええ、俺も田村さんにはこの町のネタを多くもらっていたし、数年間はよく一緒に行動してたんで恩があったんです。それで田村さんの代わりにこの町のネタを集めてやろうって思いましてね。今じゃこうして記者兼情報屋になってるってわけです。で、桐生さん、何か情報が欲しいんじゃないですか。スターダスト？ああ、天下一通りのホストクラブのことですよ。ホストクラブ？ええ、10年前じゃ天下一通りにホストクラブなんてなかったでしょうが、今じゃ裏通りから表通りに進出してきてるんですよ。中でもスターダストは一番人気があるホストクラブなんじゃないですかね。そうなんだ。桐生さんが10年前に通ってたセレナのちょうど向かい側くらいに店はありますよ。行けばすぐに分かります。他に聞きたいことはありますか。そうか、ありがとう、助かったよ。いえ、ああ、今後も田村さんほどじゃないですがネタは提供しますんで、いつでも来てください。Hold on. Okay.キリュウさん、何か情報が欲しいんじゃないですか。セレナってまだあるのか。セレナですか。ありますよ、10年前と変わらない場所にね。でも今日は営業してませんね。ママのレーナはまだいるのか。ええ、ご健在ですよ。今じゃ馴染みの客が来る時だけ店開けてるみたいです。私も一度だけ田村さんに連れられて飲みに行かせてもらったんですが、いい店ですね。最近この町じゃ珍しくゆっくり酒が楽しめる店ですね。そういえばさっき仕入れの業者が出入りしてたんで、明日は営業するのかもしれません。時間があったら行ってみたらどうですか。他に聞きたいことはありますか。中道通りで何かあったのか。ああ、あの騒ぎですか。正確な情報は分かりませんが、東条会の幹部クラスが中道通りのビルの一室で殺されたらしいです。幹部？ええ、警察もあれだけ来るってことは相当な大物でしょうね。ぶっちゃけ10年前の事件を思い出しますよ。堂島さんが死んだ時もあんな感じでしたからね。誰が殺したんだ。いや、まだそこまでは。でも話によりゃ内部抗争なんじゃないかって言われてますよ。まあ桐生さんがいなくなってからの登場会はいろいろ揉めてましたからね。他に聞きたいことはありますか。スターダスト？ホストか。ええ、今じゃ。Okay, so it's on that street. 桐生さん、他に聞きたいことはありますか。そう。いえ。Okay. してんだ。店に何か用があるんですかね。
オーナーの和樹に用があるんだ。なんて、どこの組のやつだ。島の組だろ。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ。俺は和樹を探してるだけだ。どの組の人間でもない。たげんなよ。俺一目見りゃ分かんだよ。どこどう見たって極道マンだろうが。てめえ何企んでやがる。和樹さんに何しよってんだよ。おいおい、別に俺はお前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよ。なめんなよ。くれヤクザって言えば何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。この町でもな、ヤクザの言いなりにならないで自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくとも和樹さんはそうやってのし上がった。てめえらヤクザに和樹さんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かねえ奴だな。うるせえ。俺はこの店命がけで守るんだ。何やってんだお前。すいません和樹さん、このヤクザが。道島の桐生さんですか。はあ、失礼しました。風間さんから伺ってます。どうぞ中へ。No, wait a minute, hold on. Okay. すいませんでした。俺、てっきり…いや、俺のミスだ。本当に、なんてお詫びすればよいか。気にしないでくれ。それよりお前、風間のおやっさんとはどんな関係なんだ。ええ、ゆうや、外してくれるか。はい。
風間さんにはこの店開いた時から世話になってます。みかじめも取らず、商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです。今この店があるのもあの人のおかげです。そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。なんか組の方には秘密ということで。そうだったのか。それで親父さんは？先ほど連絡したんですが、例の会長の件で身動きが取れないと。会長の件、何があったのか？ええ、東条会三代目世良会長が殺されたんです。何？昨日の深夜のことです。犯人はまだわからないんですが、ニュースでもさっき。何が起きてるんだ？わかりません。ですが堂島組長が亡くなって10年、今じゃ同じ東条会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです。堂島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ？それは。おら、オーナー出さんかい。島の組の連中です。みかじめ目的の嫌がらせです。ここは俺たちに任せてください。すみません、騒がせちゃって。何とかして追い払いますから。すみません、キリュウさん。これはこれは、ようやくオーナーさんのお出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあね、うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえら、みかじめせびりに来たんだろ。いいよ、今日は飲みに来ただけやから。嘘だ。酒飲ませろって言うとるだけやろが。すみません、大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。参ったな、ほんまそんなつもりはなかったんやけどね。和樹さん、何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。言うや。クソやと？おいこらガキ、今は知らんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぞ。クソイカだ。なめんなクソガキ。言うや。なんやお前は。カズキ、ユウヤってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのかお前ら。おい、店ごとぶっ潰せ。
Oh, you whore. Okay. Shit, I got it. Damn it. There it is. Omoidashita. Anta, Dōjima no Kumicho koroshite mushi o itta. これは島野の親父に最高の土産ができたわ。じいさん。田中のおじいじゃ。シンジ。何やってんだこんなところで。島野組の縄張りじゃねえだろ。姉さん、本当にお久しぶりです。ああ、出世したようだな、シンジ。出世っていうか、キリュウさん、さっきの続きなんですが、風間組を裏切って内部を割った人。ああ、錦山さんなんです。錦だと。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。兄貴、俺は今錦山組の射程頭なんです。どういうことなんだ。兄貴、錦のおじきはもう昔のあの人じゃなくなっちまったんです。だから風間のおやっさんは心配して、組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。シンジ、おやっさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか。明日は本部で三代目の葬儀が。おやっさんもその場を離れることはできません。それに100億の件もあって。何の話だ。東条会の金庫から100億抜かれていたそうなんです。緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました。おやっさん、明日は葬儀場にいるんだな。ええ。まさか行く気ですか。でもまた島根組の連中に見つかったら。和樹、言うだけ無駄なんだ、こういう時のこの人は。10年ぶりのシャバだったのに、早速こんな騒ぎに巻き込まれるなんて、さすが兄貴。バカ言え。俺は無所でもずっとおとなしくしてたんだ。喧嘩なんて本当に久々だ。本当ですか？兄貴から手出さなくても喧嘩売られたりしてたんじゃないですか？最初のうちはな。だが挑発に乗らずに無視しているうちに向こうが根負けしちまった。おかげで模範囚になり、10年で仮出所だ。あの喧嘩っ早かった兄貴が10年間喧嘩ゼロとは。まあ、そんなところも兄貴らしいですね。
全然おかわりなくて安心しましたよ。変わってないか。あれ、どうかしました？実はここに来る前、ある男から俺がこの10年ですっかり弱くなっちまったって言われてな。自分でも技の衰えを実感していたところだったんだ。そうですか。でも兄貴のことです。すぐに昔の感覚を思い出して10年前みたいにキレのある技を出せるようになりますよ。だといいんだがな。それで葬儀会場の件ですが、登場会の連中が大勢いますから、兄貴の正体がバレるとまずいことになります。正直何が起こるかわからないですから、できるだけの準備はしておいた方がいいですよ。もう準備はできましたか？そうですか。では準備ができたらまた声をかけてください。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。I hate grapefruit. It tastes terrible. Same thing with cranberry juice. I can eat like the dry raisin fruit thingy, but actually drinking it, it is terrible.ありがとうございました。God damn it!Oh, motherfucker scared me!
すがや。またな、ケルちゃん。全部出せよ。何なんだ。Okay. もう準備はできましたか？わかりました。
本当ですか、柏木さん。何驚いてんだ。お前のここ最近の働きからしたら別におかしな話じゃないだろ。でもまさか俺が自分の組を持てるなんて。とはいえ、いきなり組持てって言っても手駒がいねえだろ。うちから腕利きのやつを何人か出すから、そいつらうまく使ってしのぎについて勉強しろ。柏木さん、ありがとうございます。礼なら風間の親父に言え。これはもともと親父が言い出したことなんだからな。親父さんも。親父もそれだけお前には期待してるっていうことだ。それに桐生のこともある。桐生はどうかしたんですか。あんなことになっちまったとはいえ、いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。体裁上破門ということになっちゃいるが、絶縁じゃねえ。復帰の目もあるだろ。だが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。俺が桐生の。そうだ、戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいない。お前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれ。はい、俺桐生のためにも頑張ります。すんません。それでそいつはほんまにあいつやったんか。へえ、間違いありまへん。そうか、キリュウ帰ってきよったか。なあ、キリュウは相変わらずごっついやつやったんか。ええ、それはもう。そうかそうか、ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。ええ。ご機嫌やさかいな。指二本で許したるわ。いいですか、兄貴。これが東城会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやつさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ、そこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄貴を待ちます。I'm done for now.